はやきゲームズです。バージョン 4.2 エリアにいる洗礼全13体を紹介します。今お見せしているのは洗礼13体の場所と生き方のマップとなっています。8番から13番はすでに別動画で紹介していますので、気になる方は概要欄のリンクからご覧ください。1番から7番の順番で回りますので、気になるところがある方は概要欄のチャプターからご覧ください。ここから1番のところに向かいます。滝を望む灰と秘境にワープをしていきます。秘境に到着したら左を向いて南東方向に向かって進んでいくと山の上に洗礼がいますので近づいていきます。近くまで来たら洗礼を追いかけていきます。洗礼が台座に収まると宝箱が出ますので取りに行きます。回収したら次は大きな塔の南に向かっていきます。ここから2番のところに向かいます。大きな塔の南、回収ワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて大きな塔の左を目指して北西方向に進んでいきます。塔がない場合は海底の円形部分の左側を目指してください。初露の源があるあたりで下を見ると葉っぱの上に洗礼がいますので近づいていきます。近くまで来たら洗礼を追いかけていきます。洗礼が貝殻の中に入ったら貝殻を攻撃すると開きますのでもう一度追いかけていきます。エイが出てくると洗礼の動きが止まりますので近くにいるエイの足のスキルを吸収してから戦っていきます。全て倒したら洗礼を追いかけていきます。洗礼が台座に収まると宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次はポア村長の北東に向かっていきます。3番から5番に向かいます。ポア村長の北東にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したらまっすぐ南東方向に飛んでいきます。下を見ながら飛んでいき海の一番手前あたりに降りていきます。海の上に降りたら水の中に入っていきます。水に入ったら左側に洗礼がいますがその左にクラゲの足がいますのでそちらに向かってスキルを吸収します。スキルを吸収したら洗礼の近くにいる敵にクラゲのボブを投げて倒していきます。敵を倒したら洗礼に近づいて追いかけていきます。この場所は3体の洗礼を追いかけると貴重な宝箱の封印が解除されるといったものとなっています。洗礼が台座に収まるのを確認したら下の階に降りて建物の中を南東方向に向かって進んでいきます。しばらく進むと洗礼がいますので追いかけていきます。
洗礼が台座に収まるのを確認したら、西方向の少し上に貝殻がありますので、そちらに向かって進んでいきます。近くまで来たら貝殻を攻撃すると洗礼が出てきますので、追いかけていきます。3体の洗礼が台座に収まると宝箱の封印が解除されますので取っていきます。回収したら次はカリブリストリデア跡の北に向かっていきます。ここから6番のところに向かいます。カリブリストリデア跡の北にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて西方向にある木のあたりを通って進んでいきます。火を通り過ぎたらそのまままっすぐ西方向に進んでいくと壊れた建物がありますので近づいていきます。建物の手前で左を向いて斜めになっているところを通り南西方向に向かって進んでいくと木の近くに洗礼がいますので近づいていきます。近くまで来たら追いかけていきます。洗礼が台座に収まると宝箱が出ますので取っていきます。回収したら次はウラニア湖の南に向かっていきます。ここから7番のところに向かいます。ウラニア湖の南にあるワープポイントにワープをしていきます。到着したら左を向いて岩肌部分の右端を通り南西方向に向かって進んでいきます。足場がなくなったら飛んでいくと右下にある檻の中に洗礼がいますので近づいていきます。檻に近づいても開けることができませんので近くにいるヒルチャールを倒していきます。檻の近くのヒルチャールだけでもいいかもしれませんが念のため坂の上のヒルチャールも倒しています。ヒルチャールを倒したら檻のところに戻っていきます。敵を倒した後に檻に近づくと開けると表示されますので開けていきます。扉が開いたら洗礼を追いかけていきます。洗礼が台座に収まると宝箱が出ますので取っていきます。以上となります。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価をお願いします。ライブ配信、TikTok、Twitch、X、ブログ、コエラボも見ていただけると嬉しいです。